はあ、どうしてお嬢は私を置いていくんだ。なんだよ、またちとげとなんかあったのか。お嬢が小野寺様たちと飲み物を買いに行くと言うから私が買い出しに走ろうとしたのだが断られてしまってな。その上、護衛ならいらないからおとなしくしてなさいと同行まで拒否されてしまった。この間にお嬢の身に何かあったら私はどうすればいいんだ。学校の中でそんな大変なことなんか起きるかよ。バカな、お嬢は B ハイブの御息女だぞ。お嬢を狙って危険な奴が潜入していてもおかしくない。ぶっちゃけこの学園で一番危険なのはお前なんだけどな。言わないでおこう。今だって隙あらば銃口を向ける輩がいるかもしれないのだ。だからこの学校にそんな奴はいるわけ。伏せろー。うわこんな昼間から敵中とは。こら離れろつぐみ。頭を上げるな、撃たれると。銃声は同じ方角から2発、かなり近いぞ。胸が目の前に。つぐみさん、私が保健室に行っている隙に何をしているんですか。貴様こそ何をしているんだ。早く伏せろ、突っ立っていると死ぬぞ。この人は何を言ってるんですか。いいから楽様から早く離れてください。あれ、この微妙な空気は何だ。ただいまって、この状況は何。どうしてつぐみさんが一条くんの上に乗ってるの。え、いや、これはつぐみ、いいから周りをよーく見ろ。え、今日岩下さんの誕生日だからクラッカー鳴らしただけなんだけど。もしかして驚かせちゃった。クラッカー。もしかしてつぐみまたやったの。またって、もしかして前科があるのか。まあ、私が小学校の時の誕生日会でも同じようなことをね。すみません、皆さんにもとんだご迷惑を。いいから、ラク様から離れてくださいませ。え、離れて、うわー。これは違うぞ。貴様を守ったのはあくまでお嬢の恋人だからであって。いや、それはいいんだけどよ。これからは状況をよく確認しような。なんて失態だ、恥ずかしくて皆さんに顔向けができない。失礼します。え、あんたどこ行くの。もうすぐ授業始まるわよ。あいつ本当に B ハイブの凄腕かよ。たまに信じられなくなるよな。授業終了とともに即いなくなるとは。お嬢、私を巻くのがすっかりお上手になられましたね。しかしお甘い、放課後は確か飼育係の仕事が残っているはず。居場所はバレバレです。どれ、一条楽の観察がてら様子を見に行って。どういうことだ。一条楽の名を口にしただけでこの胸の苦しさ。私は一体どうしてしまったのだ。なぜだろう、飼育場に行きたくない、行くことができない。
お嬢を見守り、一条楽を観察する。それが私に与えられた任務。行かなければならない。なのになぜ、なぜこの足はこんなにも重い。あ、つぐみ。お嬢、お嬢、その涙は。ごめんね、また後で。お嬢、どういうことだ。なぜお嬢が涙を流して。まさか一条楽、あいつに何かされたのか。許せん、許せんぞ。ったく、何が小屋の掃除なんか楽勝よった。ブンブンほうきを振り回しやがって。それで目にゴミが入ったって泣いてたら世話ないよな。はあ、あいつが目洗ってくるまで一人で掃除進めとくか。おう、どうしたんだクラッシャーかと。ビューティーエーデルワイス桜子、ハンクス村松越後、それにキャノンボール黒川三世まで。なんだ、動物たちがすげえ怯えているような。一条楽。おう、つぐみ、なんだお前、なんかいつもと雰囲気違うような。お嬢に何をした。ん、何のことだ。とぼけるな。ちょっと待て、ちゃんと話をしようぜつぐみ。俺が何をしたってんだ。言ったはずだぞ一条楽、お嬢を悲しませた時は容赦しないと。だから何のことだよ。この後に及んでとぼけるとは、貴様には死よりも恐ろしい地獄を見せてやる。覚悟しろ一条楽。話を聞けって言ってんだろうが。殺せ。話を殺せ。クソ、ダメだ、とりあえず逃げるしかねえ。なんとか逃げられたか。どこに行った一条楽。絶対に逃がさんぞ。もうダメか。相手はプロだ。このままじゃいずれ見つかっちまう。なんとかあいつを冷静にさせないといけないけど、どうすれば。おってなんだ、血とげか。ちょっとラク、私が目を洗ってる間にどこ行っちゃったのよ。私一人に掃除させる気。それがなんかよくわかんねえんだが、つぐみに追われている。はあ、どういうこと。わかんねえよ、なんかお前を泣かせたとかどうとか。私があんたに泣かされた。そんなバカなことあるわけないじゃない。とにかくこのままじゃ俺が殺されちまう。助けてくれ、千鳥。分かったわ。でもあの子、一度火がついたら止まらないとこあるしな。ともかく口で説明するより先に、私とあんたが仲良くしているところを見せれば落ち着くかもしれない。なるほど、だったらまずはお前と合流するのが先決だな。そうね、その上で私がつぐみをなだめてあげる。一条楽、今すぐ出てこい。ここも限界か。ちとげ、とりあえず中に来てくれ。俺もなんとか合流する。しょうがないわね、後でなんかおごんなさいよ。とにかく
千棘と合流するんだ。私は屋上に向かうから、あんたも来て。え、なんでそんなとこに。狭い廊下でつぐみに暴れられたら、みんなに迷惑がかかるでしょ。あ、確かに。オッケー、じゃあ作戦開始。了解。って階段登ってる割には全然息切れしてねえのな。何言ってんの。こんなの廊下に段差がついただけじゃない。人がいなくて走りやすいくらいだわ。いや、俺にはその理屈はわからんが。とにかくこっちもすぐ向かう。見つけた！死ね。悪いが、こっちはもう少しかかりそうだ。結構警戒が厳しくてな。分かった、待ってるわ。知ってるだろうけど、火がついたあの子は怖いから、くれぐれも捕まんないよう気をつけなさい。あと、付き合ってあげた埋め合わせ忘れないでよね。へいへい、回りましたよ。じゃあもう切るぜ。よし、あとはこの階段を登れば屋上に。見つけたぞ。うわあ！貴様のことは多少なりとも信用していたのに。待て、上に千棘もいるからちゃんと話を。いい、もう何も話すな。私が愚かだった。お嬢を泣かせるような輩に心も動かされていたなんて。貴様のことなんか、様のことなんか大嫌いだ。ドア。畜生、ここまで来て。あ、なんか頭がズキズキする。目が覚めたようだな。え、な、あまり動くな。
様は頭を強く打っているのだぞ。まあそれも全て私が悪いのだが。あ、そうだ、俺お前に見つかっちまって、なんだかとてつもない一撃を受けた気がするんだが、今お嬢が保健室に氷をもらいに行ってくださっている。しばらくはこのままじっとしていてくれ。このままってお前の膝の上でか？それはその怪我人を固い地面に寝かせるわけにもいかないだろ。けどいいから黙って寝ていてくれ。私だってそれなりに恥ずかしいんだから。一条楽。なんだよ。その事情はお嬢から聞いた。すべて私の早とちりだったようだな。本当にすまなかった。護衛の身でありながら当のお嬢にも迷惑をかけてしまったし、私は護衛失格かもしれないな。確かにつぐみが悪いんだけど、ここまで落ち込まれると後味が悪いな。仕方ね、ここはちょっと元気づけてやるか。私はダメだな。お嬢のこととなるとすぐ頭に血が上ってしまう。それはそうだが、貴様はそれで納得できるのか？私は貴様にひどいことをした。それは動かしがたい事実だ。今回は貴様にもお嬢にも迷惑をかけてしまった。だからここはやっぱりしっかりと謝らせてほしい。その一条楽、その黙ってないで何か言え！しまった、またいつものように。私は本当にダメだな。言ってるそばから暴力を。そうだ、何か私に償いをさせてくれないか。どんなことだってやってみせるぞ。そういえばお嬢と貴様は動物小屋の掃除をしていたんだったな。それを手伝うだけでいいのか？わかった、全身全霊をかけてきれいにしてみせよう。ありがとう一条楽。やっと笑ったな。お前は落ち込んでるより怒ってたり笑ってたりコロコロと表情を変えてた方がいいぜ。怒ってたりは余計だろうが。そうだな、悪い、言い直すわ。つぐみは笑ってた方が女の子らしくていいと思うぜ。あれ俺なりに褒めたつもりなんだがダメか？いや別にダメではない。貴様は変なところで優しいな。そうか。ああ、まったく腹立たしい男だ。だがその優しさにお嬢は惹かれたのかもしれないな。いや、あいつに限ってそんなことねえだろ。そうだろうか。私はん？いや、なんでもない。さあ、貴様も目を閉じてゆっくり休め。お嬢が来るまでは私がちゃんと見ていてやるから。え？そこまで言っておいてやめるなよ、気になるだろうが。うるさあ、いい、このまま永眠させてやってもいいのだぞ。すみません、黙って寝ます。ああ、それでいい。なんか気になる言い方だったけど、とりあえず元気にはなったみたいだし、よしとするか。ああ、さっぱりした。日頃の疲れを癒すのはやっぱり風呂だな。あ、立花からメールか。愛しの楽様へ。
季節も秋に変わり、すっかり寒くなってきました。ラク様はいかがお過ごしでしょうか。私はというと、私は最近ラク様に構ってもらえず、身も心も冷え切ってしまいました。このままではラク様分が足りず、干からびてしまいそうです。ああ、ラク様、早くあなたに会いたいですわ。マリカより。なんだこのメール。ラク様分って一体なんだよ。そういや最近あんまり立花と話をしてなかったかも。あ、一条くん、おはよう。あ、おねでら、おはよう。なんか今朝はずいぶん寒いよな。そうだね、風邪ひかないように気をつけないと。そろそろお布団も厚めのに変えた方がいいかな。おのでらの布団、パジャマ姿。ん、どうかしたの一条くん。あ、いや、なんでもない。教室行こうか。